行く。はい。行く。いや行くだから。どうもナスパラミットの加藤と。ある人とタイです。夏休みバージョン普通に挨拶します。よろしくお願いします。ということで第2回サイコパス診断ゲーム。ブンブンブン。ハマっとんでということでやっていきましょうか。はいはい、診断をね早速第1回タイガさんに才能があることが分かりました。わりかしね僕らやっぱ最後に近いんじゃないかなということで。いや一番の最後よ。とあと彼も。いや俺は全然意外と最後最後の方がかっこいいの結局どっちもでも書いてあったじゃん。どっち一見魅力的。あ、はいはい、いきますか。じゃあ今回僕仕切りでいいんですか。これはもちろん大丈夫ですか。サイコ先生お願いします。いや誰がサイコ先生。サイコ速度ぶっ飛ばしてボロモロやってました。見てないと思います。社会復帰。あなたは囚人だったが刑期を終え社会に出た。さてまず何をする。一般は、ま、ずじゃあまず一般一般ください。一般はじゃあ普通に答えようか。一般ください。家を探す。仕事を探す。家族に会う。普通だね。俺も最後分かった。分かった。え、それ殺人の人、まあ、殺す系ですね。そのまあ殺人した人の親の前に行って満勤でドヤ顔するっていう。俺お前の息子殺したけど俺今満勤でここをこの時点で一つ言えることある。こいつを超えてる。よっしゃ。こいつそんなないんじゃない。ぶっちぎりでしょ。いやぶっちぎりだよ。やばその答え超えらんないだろ。え本当は多分ナチュサイコはもう一回殺人を犯して戻るとかね、住むところを探すのめんどくさい。あ、はいはい、まあそれもあるんですが、まあこの場合は手短な家に入り住民を殺して生活に必要なものを手に入れる。はあはあはあ、すでに。ああちょっと近いね俺、うん、これ多分日本ではあんまないんですけど海外だと結構多い行動らしくて。すごい裏説的な。めんどくさいんじゃないやっぱ仕事にも復帰できないしさ。あ結局あ一番めんどくさいそれで。でもさあっちからしたら一番の屈辱だよね。まあまあまあ、自分の息子殺されてさ殺した人が出てきてさ満勤でドヤ顔でこんなんやられてたらめっちゃ腹立った。確かに俺今自分が一番されて嫌なことやっただけ。ちょっと何フォローしたの。柔らかいよそんなんじゃん。なんかさかっこいい感じやっただけ。いいことした人みたいな。全然いいよ。何やそれ。これは圧倒的で勝利ですね今俺の。じゃあ次いきます。暴力彼氏。あなたの彼氏は暴力男だった。耐えかねたあなたは彼氏と別れ穏やかな生活を手に入れた、うん、ある日あなたは街でカップルを見かけた。あなたの親友と暴力男だった。あなたは親友を殺した。なぜか。一般は？あ、まずあなたは女ですね。はいはい、一般わかるよ、はい、かわいそうだから、その暴力振られてるの分かったから殺してあげた方が楽な。定期的に出る匂いの人めっちゃいいですよ。だからその多分暴力に耐えてる親友を見てられなくて、はいはい、だったら楽にしてあげようが一般じゃないですか。一般は元彼と付き合ってる親友が許せなかった。え、その方が最後じゃない、うん、まあだから自分から逃げたくせに。そうですそうです。体質なんですね。そういう怖っ。サイコパス待って、もう答え俺見てなかったんだけどサイコパスの答え今見ました。うん正解一発目。いやサイコなんだって。え、当てるゲームじゃん。違うよ一般はって言って達也くん答えたよ今。もうすぐ本物だ。本物だ。この診断怖すぎる。だって待ってこの笑い方だってこの時点で3分の2サイコパスやから。これマキシマムザホルモンのツアーティングのロゴだもん。違うよフィギュアスケートのトリプルアクセルみたいな。いやいやマジか。そんなことよりよ。あそう暴力男から親友を守るために暴力男を殺したとか。逆でしたね。なんかこの診断いいことないね。いやない俺ら的に。でもさちょっと最後のぐらいが好きなんだよ。ああ女の子もそういう体でやっていこう、はい、もうそうやってやってきゃいけない。最後だった。動揺してんのかお前。300円あなたはこれから刃物で人を殺します。殺人に使う刃物を買いに行ったところ300円の刃物と3000円の刃物が売っています。あなたは300円の刃物を買いました。なぜでしょう。一般人の答え、お金がなかった。300円の刃物で十分安価だったから。まあ、俺分かっちゃったわ。どうぞ。切れ味が悪いから、はい、ねより苦しめながら殺せるんです。そうそうそう荒ければ荒いもん。ダブルスのテニスのダブルスクルムだで筋肉が出てきた。フィフティーラブ。で、これすぐ分かっちゃうのすごくない。いや、すごいね。安い刃物の方が痛めつけられる。うん、切れ味悪いから、一
たいんでしょ。そんぐらいわかりますよ。俺らを何だと思うんですか。ナチュラルサイコっすよ。確かに今までので証明されてるから。そうそうそう、はい、じゃあこれからもよろしくお願いします。お願いします。いきますよ。警察、犯罪を犯したあなたに対して駆けつけた警察が何かを言ってきた。何と言っているのか。ん、犯罪を犯した、うん、犯罪今起こりました、あなたを犯した人ですね、はいはい、警察がやってきました。警察があなたに言うわけです。何て言いましたと。まあ一般人の答え、逮捕するぞとか。その逮捕する、それさ、その正解はどんな感じ。そのあーってなる、えみたいな。何系。でもサイコじゃないからさ、うん、いや意味わからん。意味わかんない。あ、分かった。あら、全日本入るな。いやいや、絶対全日本入るな。これを入ります。あ、もう、分かった、はい、もう、何食いたい。だからさ、刑務所も入ってさ、あ、活動みたいな。そう、あ、もう一発目から。あ、もう、何食いたい。だって、また超えてるのに。いやけど、これ意味わからんな。何。サイコパスは、警察にこう言われると思ってるんですけど、ごめんなさい、頑張ろう。意味わからん。と殺して、警察来た。それがサイコ。わあ、すごいな。意味がわかんないところまでしょ。自分が言うわけじゃないからね。言われるって思ってるんだよね、ことを。あ、だから殺しがいいことだと思ってるからじゃない。ああ。だし、その、やらせちゃって殺しが悪いことだと思ってないんだ。だからその、俺はやっちゃったんじゃなくて、なんかその、やらせちゃったな、ごめんな、うんうん、あ、はい、頑張ろうな、みたいな、その。あ、わかる。だからその、自分の中でさ、はい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 、警察の意見は美化じゃないけど、いい方に。うん。確かに恋だ。あなたは小田和正です。恋ってどっちの恋。愛の恋の恋。いや、愛の恋です。小田和正。違う。小田和正だっけ。あ、です。小田和正。あ、違う。小田正和。あなたは A さんに恋をしました、うん、しかし A さんには B という恋人がいました。さてあなたはどうしますか。一般人の答え、 B を殺す。ストーカーさん。あ、わかりますよ、もう。何ですか。 A を殺すことで好きな人を殺す。多分正解です。あ、まあまあ、でもまあサイコパスにしては普通だよね、これね、うん、A さんを殺して永久に自分のものです。あ、そうそう、よいよい、そうだろうな。そうそうそう、まあまあ、そんなん分かった上で、もっと裏行きたかった。そうそうそう、俺らもっと裏行きたかった。なめんじゃねえぞ、こっちを。あえて何もない人殺すとか。そうそうそう。 C 殺すって。C と D 殺す。ね、行きたい行きたい。何年サイコやってると思ってた。俺ね、サイコパスの特徴知ってんのよ。だ、逆にこっちの方がいい人間かもよ。サイコの気持ち分かってんだから、サイコにならない方法が分かるじゃん、うん。